アンパットナムは、17世紀末の植民地、時代アメリカの女性。ベティ・パリス、メアリー・ウォルコット、マーシー・ルイス、アビゲール・ウィリアムズと共に、マサチューセッツ湾植民地のセーラム魔女裁判で、重要な告発者となった。エセックス軍団バースで1679年に、地域の有力者である、トマス・パットナムとアンパットナムシニアの長女として生まれた。 将軍イズラエル・パットナムとルーファス・パットナムのいとこ違いにあたる。アンパットナムは魔術に苦しんでいると宣言した少女たちと友人で1692年3月に自分自身も苦しんでいると主張した。彼女は62人の告発を担当し、それは他の少女の告発と合わせて20人の死刑と数人の極中死をもたらした。アンパットナムは 平凡なアビゲールやベティと違い、当時12歳という年齢としては、天才的な学習能力を持っていたとされる。彼女は一つを除くすべての裁判で、証言台に立ち、驚くほど間に迫った文学的な状況描写を述べた。チャールズ・ウェントワース・アパムによると、魔女裁判が終結した後、アンは病床に伏せるようになり、そのことが若くしての彼女の死につながった。 彼女は1699年に両親を亡くし、9人の兄弟姉妹を育てなくてはならなくなった。1706年に彼女は自身がセーラム魔女裁判で行った行動について謝罪した。魔女裁判の生存者や遺族はアンパットナムの謝罪を聞き入れ、許したという。1716年に死去し、ダンバースにて両親と共に不名誉の象徴とされる、 墓標なしで埋葬された。アンパットナムは生涯独身だった。ありがとうございます。